ズとは2021年に4人の女性声優によって結成されたガールズコーラスユニット。アニメソングのカバー楽曲の歌唱を主な活動の中心としている。本記事では当ユニットをもとにしたテレビアニメ企画ヒーラーガールについても触れる。日本 BS 放送で放送されているアニメソング番組アニソンデイズと アニメソング専門レーベルのランティスの共同企画として、ランティスがこれまでリリースしたアニメソングの名曲を同番組サブ MC の坂井美希、おがコーラスアレンジし、その歌唱のライブ映像をランティス公式 YouTube チャンネルで配信するアニソンデーズ・エルを開始するにあたって、磯部カリン、熊田アカネオン、堀内マリナ、吉武千早の若手女性声優4人が参加。 2020年9月11日より配信を開始したのが始まりとなる。この4人はアニソンデイズ本編でも月に1回準レギュラーとして4人のうちいずれかが出演し、主にメイン MC の森口博子の歌唱時のコーラスパートも担当している。この活動がきっかけとなって2021年1月に正式にユニットとして結成し、3月にカバーミニアルバムを 発売することが発表された。ユニット名にあるヒーラーが示すように、声の力で癒しを届けることが、ユニットのメインコンセプトとなっている。2021年4月30日には、初の単独ライブ、ヒーラーガールズファーストライブ、ボイスズが開催され、その場において、初のオリジナル曲も収録した2枚目のミニアルバムの、発売と、ホームユニットを元にし、 メンバー4人が声優として出演する新作オリジナルテレビアニメヒーラーガールを制作することが発表された。同年7月30日、セカンドミニアルバムの発売に合わせる形で公式 YouTube チャンネルが開設された。同年8月29日、埼玉スーパーアリーナにて開催されたアニメールサマーライブ2021カラーズマイナスの3日目にアニソンデイズファミリーとして 森口博子のバックコーラスでシークレット出演。2021年12月5日にはヒーラーガールズセカンドライブフィールユー、ヒールユーの開催が予定されている。表記は50音順。いずれも所属事務所はアミューズ系。また、熊田と堀内は本ユニットと同じランティスに所属する形でソロアーティストとしても活動。 磯ベと吉武は本ユニットとレーベルは異なるものの、テレビアニメ、プリキュアシリーズの主題歌歌手として、ソロ活動歴がある。ヒーラーガールは、コーラスユニット、ヒーラーガールズが、メインキャラクターの声優を務める、新作オリジナルテレビアニメ。歌を使って、人々を癒す、ヒーラーが活躍する世界を描いた、ミュージカルアニメーション。ヒーラーガールに関するカテゴリー。 ありがとうございます。